はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、姿勢から改善してお腹をへこませることができるデッドバグをレベルに応じて5段階紹介していきます。運動が苦手な方から運動ができる方までレベルアップしていくようなメニューになっています。全部30秒です。今回のデッドバグすることで姿勢が良くなるので、自然とお腹のへこんだ姿勢が作れます。例えば反り腰の方、猫背の方、食後にお腹が出やすい方、呼吸が浅い方、こういった方におすすめなメニューになってます。1個でも当てはまったよって方は一緒に頑張ってみてください。今日も一歩前進です。まずは寝た状態で膝を90度に曲げます。手を上に伸ばします。手と足対照的に動かしていきます。1回ずつここで少し止まります。腰をしっかり床につけて胴体部分を安定させた状態で行ってください。手足が伸びた時に腰に隙間が空きやすいので、腰に隙間が空かないように腹部に力を入れてゆっくり動かしていきましょう。それではいきます。ゆっくり戻ったら息を吸います。息を吐きながら手足を伸ばします。腰をしっかり床につけて行ってください。早く動きたいかもしれませんが、ゆっくりです。はい、OK です。今度は上体を起こしたままで同じ動きをします。ちょっと難しくなります。これでしっかり体幹部が安定して腹部の力が抜けない状態を作れます。しっかり息を吐きましょう。はい、 OK です。次は足を伸ばしたまま起き上がったまま止まっておきます。デッドバグの胴体部分だけを使う感じです。しっかり体を起こしたまま息を長く吐きましょう。OK です。次は今の下半身の状態のまま手を後ろに持っていきます。これでキープです。手は楽にしてください。胴体部分がすごく効いてると思います。息を長く吐きます。お腹をどんどんへこませます。 OK です。今度は手と足をちょっと動かします。こういう感じです。聞いた。お疲れ様でした。たったの2分と30秒4種目しかやってません。毎日これぐらいできますよね。腹部や姿勢が気になる方、動画を見ながら何度もやってください。腹筋というのはやればやるほど実は楽にならなくて、お腹に力が入りやすくなるので、腹筋メニューに関しては慣れると辛くなります。辛くないよって方はやっぱりお腹に力がちゃんと入ってないので、続
けてやることで楽にはならないですが、理想の体型に近づけていけてます。頑張ってやった方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。